8月24日朝10時、娘たちと朝食をとる。パオが足元で尻尾を振っている。ベルリッツには油系がついていってくれることになった。週2回で1ヶ月の授業料を分かっているので、2日分で50万円を油系に預ける。俺は仕事でしばらく出かけると言っておいた。飛行服に着替えて金庫から1000万円を取り出す。ポケットに必要なものを入れ、西に向かって飛び立つ。5分で西多摩霊園に着く。事務所で花と線香を買い、少し歩いて飛び上がる。第30区画の入り口内側に着地。桶に水を入れて床の墓を掃除して花を備える。マッチを買うのを忘れた。光の玉で線香に火をつける。墓石に刻まれた愛の文字。俺は愛をいくつにも分けている。彩香、マキ、イザベル、アン、ジェーン、パオ、そして生まれてくる子供、一つ一つが大きい愛。ユカがキッチンに立ち、肉じゃがを作る姿を思い出す。墓石にキスをして立ち上がる。水桶を元の場所に戻して飛び上がる。飛行服を全身着てフードをかぶる。高度1万2000メートルで南西に向かう。30分で那覇に着く。88ステーキで1ポンドのステーキを食べて再出発。さらに30分後にセブ・バランバンに到着する。飛行服を脱いで短パン T シャツで近所の子供たちに囲まれながらイザベルのもとへ。立派な門と塀ができている。塀はクリーム色に塗られている。中で商売用の建物の仕上げをしていた大工が俺を見つけて門を開ける。立派なローカルレストランができていた。ガレージの建物も外壁の仕上げはまだだが完成している。母屋に歩く。イザベルが俺を見つけて走ってくる。何も言わずに抱きつく。3分もそうしていただろうか、気がつくと家族全員が俺たちの周りを囲んでいる。一人一人と抱き合う。大工が3人増えている。イザベルに聞くと、次に俺が来る前に工事を終わらせたかったという。母屋に入ると工事はほとんど終わっている。俺たちの寝室の工事は完全に終わっていた。部屋のシャワーも温水が出る。エアコンも完璧だ。今は他の寝室のタイルを貼る作業だ。母屋の外壁は塀と同じクリーム色で、柱部分が茶色だ。落ち着いた色でセンスよくまとまっている。タイル張りが終わると、あとはガレージの壁の仕上げだけだ。2日あれば終わるだろう。庭にはバーベキュー用のサイトもできていた。今晩はここでバーベキューをしようという。俺たちの部屋に荷物を置き、イザベルに金を持たせ、ハイラックスで市場に買い物に出かける。冷蔵庫をまだ買っていないというので、外車のスーパーに行き、パナソニックの大型の冷蔵庫を買う。4万5千ペソだ。市場に行き、バーベキュー用の豚肉を10キロと鶏肉を5キロ、香辛料や野菜も買う。サンミゲルピルセンも忘れない。全部で7千ペソ。米は1キロ60ペソの一番高いものを選ぶ。40キロで2400ペソ。1000ペソ札の一束を持ってきていたが、あっという間に半分以下になってしまったとイザベルが言う。それでも助手席のイザベルは笑顔で俺に抱きつく。外車のではお菓子も大量に買ってきている。子供たちも大喜びだろう。家に着くと兄弟たちが大騒ぎでハイラックスから荷物を下ろす。母親と姉妹はバーベキューの用意を始める。イザベルは大きな釜で飯を炊く。俺はそれを見ながら氷を浮かべたビールを飲む。幸せ。親父が網を仕掛け終わって海から帰ってくる。立派な家ができて金があっても漁師を辞めない。親父の口癖。俺は漁師だから。いい親父だ。親父にも氷入りのビールを渡す。上下1本ずつしかない前歯を見せて笑いながらビールを飲む。午後6時になって薄暗くなり、作業が終了する。兄が自慢げに庭を照らす LED 投光器のスイッチを入れる。3灯の投光器で庭は昼間のような明るさだ。今日は大工たちも一緒にバーベキューだ。総勢18人。豚肉と鶏肉と親父が朝取ってきた魚のバーベキュー。
魚の死に眼スープとご飯。ご飯は一升炊いているのだろう。全員に配り終わってさらに炊き始める。食べ始めて30分もすると門の外で近所の子供たちが見ている。門を開けて中に入れた。みんな腹が減っている。十数人の子供たちが入ってくる。女性陣は大忙しだ。一人の5歳ぐらいの女の子はご飯だけ食べている。豚肉を皿にのせるといらないという素振り。イザベルに聞くとご飯が美味しいからご飯だけを食べるんだと言っているらしい。普段はみんな1キロ30ペソぐらいの安い米を食べているのだという。ご飯にコーラをかけて肉と一緒に食べている子供もいる。何でもいい、好きなだけ食ってくれ。夜8時にはパーティーはお開きになった。買ってきた15キロの肉は全部なくなった。2ケース、4ダースのビールも残りは5本だけになった。ご飯は約1升を3回炊いたようだ。近所の子供たちにもお菓子を配った。俺たちは寝室へ行き、シャワーを浴びて、薄いスポンジクッションの上に寝た。明日はベッドを買わなくては。イザベルのお腹の子供に影響がないように愛し合う。8月25日、朝8時に起きる。庭に出したままのプラスチックテーブルで朝食を食べる。魚のフライとご飯。遠くで鶏の鳴き声がする。空を見上げて伸びをする。ゆるい気分が最高だ。家族が古い家から出てくる。なんとなくマシな服を着ている。イザベルに服を着替えろと言われる。教会に行くのだ。今日は日曜日だった。まともな服などないが、他の T シャツに着替えスニーカーを履く。短パンのままだ。ハイラックスの運転席にイザベル、助手席に俺、後ろの席に両親と姉妹の4人、荷台に兄弟2人と子供が4人。日本だったらすぐに捕まるだろう。教会の椅子に座っていると眠気に襲われる。ビサヤ語の説教は全くわからない。何度か起立するときにはイザベルに腕を引っ張られて立ち上がる。1時間のミサが終わって教会の外に出て伸びをする。長い屁が出てイザベルに尻を叩かれる。木工製品を作っている家具屋に行く。ベッド、テーブル、キャビネットなどが並んでいる。シンプルでしっかりしていそうな幅60インチのダブルベッドを選ぶ。両親にも同じものだ。兄弟と姉妹は54インチのもの。子供たちにはそれぞれ42インチのものを4台選んだ。フィリピンではベッドの幅は6インチ刻みだ。60が約150センチちょっと。日本のダブルベッドの140センチよりも幅が広い。48が約120センチで日本でのセミダブルだ。6台のベッドは昼過ぎに配達してくれる。42インチの4台は3日後になるという。これから作るのだ。ダイニングテーブルを見る。長辺が4人で座れる10人用のテーブルを選んだ。椅子も10脚ついてくる。それが一番大きなものだった。木製の応接セットも買う。3人掛けと2人掛けが1つずつと1人用が2脚で、テーブルも同様のデザインだ。なんとなく中国にありそうな感じだったが、イザベルの好みで決めた。ベッド10台とテーブルセットに応接セットで12万ペソだ。次にガイサノに行き、ベッドの幅に合ったスプリングマットレスを買う。スプリングマットレスは高級品だ。スポンジのマットレスが一般的なのだ。マットレスは全部のサイズが在庫であった。シーツや枕も買う。マットレス10枚とシングルイで7万ペソだった。マットレスのみ配達にした。午後に届く。荷台には枕などのシングルイが満載だ。買い物が終わり、家に帰る途中にあるピザ屋で昼食だ。直径12インチのピザ6枚を12人で食べるが、2枚近く余ってしまい持って帰る。今日も仕事している大工たちへのお土産だという。持ってきていた1000ペソ札の2束がほとんどなくなった。イザベルと自分たちの部屋に入って落ち着く。彼女はノートを俺に見せ、今までにうちにかかった金額や買い物の額を説明する。彼女の説明は聞いていなかった。顔を見ているだけで幸せだ。おもむろにキスすると、私の説明を聞いていないでしょうと言って怒る。
怒る顔が愛おしくてまたキスする。二人で笑った。約570万ペソが残っているという。庭に置いた椅子でビールを飲んでいると、ベッドやマットレスの配達が来た。タイルを張り終わっていない部屋の分はガレージに置いた。女性陣は古い家からの引っ越し作業を始めている。みんな危機としている。何でも運んでこようとする母親に、イザベルはそれは捨ててと言うが、母親は聞き入れない。もったいない。これもフィリピン人の口癖。物質的に豊かになり、使えるものでも捨ててしまい、新しいものを買う日本。昔はみんなもったいないと言っていた。新しい家に置かないものは全部ガレージだ。どうするのかと聞くと、全部売れるのだという。ガラスが割れている古い食器用のキャビネットや、ガタが来ているテーブル、潰れているスポンジマットレス、全部売るのだ。午後4時になり、母親と姉、俺とイザベルの4人で再び家具屋へ。ダイニングに置く新しいキャビネットを買いに来た。幅2メートルの立派なキャビネットがあるが3万8000ペソだ。3人の女性たちは一回り小さな簡素な1万2000ペソのものを見ていたが、立派な方が家に合うと俺が決めた。俺たちの部屋に置くテーブルも買った。両方で4万ペソだ。次に外サノだ。リビングに置く50インチのテレビを買う。高かったがソニーを選んだ。8万5000ペソ。洗濯機を買おうとしたが、母親が手で洗わないと綺麗にならないと言って反対した。歌を歌いながら洗濯している光景を思い出し、洗濯機をやめた。食器類を選ぶ女性陣。俺は洋服売り場に行ってジーパンとアロハシャツを3枚選んだ。金を持ってなかったので、イザベルを呼んで支払ってもらう。2000ペソ。自分の服を持ち、テレビを車に運ばせて、エアコンをかけた車の中で寝そべって女性陣を待つ。15分ほどして従業員に段ボール箱を持たせて3人が車に戻ってくる。次は市場に行き夕食の買い物だ。俺はそのまま車で待つ。少年がミネラルウォーターを売りに来た。ビールはないのかと聞くと、入れ替わりに女の子が来る。食べ頃の可愛い子だ。ビールを受け取る。あまり冷えていないが可愛いので OK だ。50ペソだというので100ペソ渡すからちょっと待ってと言い話し始める。英語を話せる18歳の大学生、名前はクリステル。ショートパンツから伸びる足がセクシーだ。学校の時間以外は母親の店を手伝っているらしい。電話番号を聞こうと思った時にイザベルたちの姿が見える。イザベルの姉が長さ60センチ、直径35センチはあるでかい果物を抱えてくる。ジャックフルーツだ。世界最大の果物。その他マンゴスチンやランソニスも買ってくる。イザベルがクリステルに何か言っている。そのうちに笑い出す。二人は親戚だった。イザベルはクリステルに100ペソ渡している。なんだか恥ずかしい。さらに待つこと10分。野菜類と豚肉5キロを買ってきた。助手席に乗ったイザベルの顔をまともに見れない。イザベルが言う。可愛いでしょクリステル。この町の人はほとんど知り合い。クリステルは私たちの結婚パーティーにも来てたのよ。だと思ったよ。見たことあるような気がしたからな。ごまかす。この町ではおとなしくしてないと。家に帰るとすでにキャビネットが届いていた。テレビの設置や配線も終わっている。前から使っていた32インチのテレビは俺たちの寝室用になった。エアコンをつけ新しいベッドに寝転がる。快適。開花に向かって叫ぶ。イザベル、ビール。階段を上がってくる音。ドアが開き、見ると母親がビールを持って立っている。ビールを受け取ると母親が床に座る。正座だ。何か言いながら頭を下げている。サンキューだけ聞き取れる。手を合わせそのうちに泣き出す。わけがわからないが俺も正面に座り肩を抱いた。イザベルが階段を駆け上がってきて母親に何か言う。二人で話している。母親は泣きながらイザベルに抱きつく。イザベルが俺に言う。トールに感謝してるって。あなたは神様が私たちに送り出してくれた人だって。
神の子になってしまったか。母親はイザベルに促されて階段を降りていった。腹が減った。8月26日、朝9時にイザベルと海岸に行く。網を上げてくる親父を待つのだ。浜に2人で座っていると、近所の子供たちが俺たちを取り囲むように座る。ちびまる子のような顔の女の子が一生懸命俺に話しかけてくる。日本の食べ物のことを聞いてくる。日本人は魚を生で食べると言うと、負けがなくて焼けないのかと言われた。おかしくて答えに詰まる。親父のボートが帰ってくる。浜に乗り上げた親父の顔が冴えない。今日はかかった魚が少なかったのだ。5分で売り切れてしまう。親父に言った。もう一回ボートを出してくれ。俺が潜って魚取りたいんだ。親父は無理だと言うが、ボートが好きだから海に出たいとイザベルに通訳させる。親父の漁場は浅い。5メートル前後の水深だ。岸から離れて深場に行ってもらう。 T シャツと短パンを脱ぐ。イザベルが無理しないでと一言。ボートにあった袋状の網を持って海に飛び込む。水深10メートルの岩の陰に50センチほどのブダイを見つける。俺が近寄ると完全に岩の陰に隠れる。念力で岩陰から引き出して捕まえて網に入れる。同じ水深の5メートルほど先の岩陰から白い紐状のものが何本も出て動いている。ロブスターだ。静かに近づく。白いロブスターのヒゲは約10本、5匹はいるということだ。念力。ゾロゾロとロブスターが岩陰から出てくる。1匹ずつ捕まえて網に入れる。全部で6匹だった。全部1キロ前後の大きさだ。さらに泳いでいる50センチから70センチほどの魚を10匹捕まえた。潜水開始から10分が過ぎていたので浮上した。30メートルほど離れていたボートの親父が俺を見つける。エンジンをかけて近づいてくる。網にいっぱいになった獲物を親父に渡した。網を開けて2人が驚く。大きな魚が11匹にロブスターが6匹。浜に向かってボートを進めながら親父とイザベルが話をしている。獲物をどうするかという話だ。結局魚9匹は売って、ロブスターは自分たちで食べることになった。一匹は俺が刺身で食べるから取っておけと言う。浜に戻ると9匹の魚はすぐに売れてしまった。2200ペソになった。ロブスターは隠さなかったが、誰も値段を聞いてこなかった。高いのが分かっているのだ。親父は辞退したが、無理やり売り上げの2200ペソを親父のポケットに入れた。親父が俺に言う。トールはいい漁師だ。ここで漁師になればいい。イザベルと笑った。豪華な昼飯だった。俺はロブスターの刺身で、みんなはロブスターのガーリック焼きと魚のバーベキューだ。ロブスターの頭はスープに入れられて、いい出汁が出ていた。ロブスターはゴシキエビという種類だったが、イセエビと遜色ないぐらいに甘くてうまかったが、わさびがないのが残念だった。ビールを片手に部屋に戻ると、携帯が鳴っている。二階堂からだ。彼と海上自衛隊幕僚長の川野がセブに来るという。二人はスービックに護衛艦加賀が入港したのに同乗しており、去年と同様にドテルテ大統領を迎えた後だという。午後4時にセブのマクタン空港に到着するという。バランバまでの交通手段を聞くので、空港まで迎えに行くと言った。イザベルの運転でセブシティに向かう。空港に行く前に日本から持ってきた1000万円を両替する。何か所かの両替所を回り、470万ペソになった。イザベルは俺たちの所持金が10ミリオン、1000万ペソを超えたと言い、信じられないと俺に抱きつく。日本の貨幣価値にすれば1億円だ。空港ターミナルの出口付近に車を止める。セキュリティが来て車を動かせと言われるが、500ペソを渡すと止める場所を指示してくれる。俺は車を降りてターミナルの出口で2人を待つ。出てきた2人は笑顔だ。川野は海事の制服のままだ。ハイラックスの後席に2人が乗る。2人にイザベルを紹介する。俺の妻。二階堂はイザベルが CIA 出身なのを知っている。
俺の短パン T シャツ姿を見た2人は自分たちも同じような服を買いたいというのでバランバンの街に入ってガイサノで服を買った。ペソを持っていなかったのでイザベルに払わせる。自宅に連れて行く。広い敷地と大きな家に驚く2人。両親に2人を紹介した。政府の職員とジャパンネイビーのジェネラル。兄弟たちも出てきて挨拶をする。庭では再びのバーベキューの準備が整っていた。イザベルがお客さんが来るので、おもてなしをと言っていたようだ。前回と同じに豚肉10キロと鶏肉5キロが用意されていた。彼らがガイサノで買った短パン T シャツに着替えて出てくるとパーティーの始まりだ。身内が食べ終わると門が開けられ近所の子供たちが入ってくる。彼らの番だ。庭には30人を超える人たちでにぎやかになる。一つのプラスチックテーブルを俺とイザベル、川野と二階堂の4人で囲む。俺たちの普段の生活を聞きたがるのでイザベルが説明した。まだ工事が終わったばかりなので通常の生活ではないし、俺は日本とバランバンを行き来する生活だ。イザベルは俺にここにずっといてほしいと言った。川野と二階堂に家の中を案内し、庭の内側を一周した。途中で子供がまとわりついてくる。門から出て3人で浜に歩いた。わずか50メートルで海だ。夕日はほとんど沈み、水平線付近が赤くなっている。川野がしみじみと言う。憧れます。こういう環境に。自分は退官したら沖縄に隠居しようと思ってますが、ここもいいですね。二階堂が言う。あの家を買うのにいくらかかったんですか？土地と家で1000万ぐらいじゃないかな。驚く二人。川野が言う。10倍出さないと沖縄では無理ですね。金だけじゃなくて生活感が俺たちが子供の頃の日本みたいなんだよ。それでもここ10年でフィリピンでもスマホが完全に普及して人のつながりが密だったのが薄くなってきてるな。なんか若い人たちは指で会話するようになってしまったから。家に戻り、イザベルを入れた4人でビールを飲む。俺たちが散歩に行っている間にイザベルがいつものホテルセーラーズキャビンに2ベッドルームの部屋を取っていた。代金も支払ってきていた。うちで客が泊まれる準備までは整っていないのだ。夜11時まで語り合った。北朝鮮や韓国、中国のこと、スービックであったドテルテ大統領のこと、それぞれの生活のこと、イザベルの妊娠のこと、そして俺の力のこと。二人をホテルに送っていった帰りにイザベルが言う。トールはみんなに頼りにされてるね。私だけのものにしたいけど無理は言わない。でもね、どんなに忙しくても私と赤ちゃんのことは忘れないでね。運転するイザベルの肩を黙って抱きしめた。イザベルの目から涙が溢れている。 Don't worry, you are my everything. 心配するな。お前たちが俺のすべてだから。片手をイザベルのお腹に置く。元気に育てと念じる。8月27日、朝8時にホテルに行く。二人は朝食を終えてコーヒーを飲んでいるところだった。ハイラックスに二人を乗せて家の近くの浜に行く。親父が網を上げて帰ってきたところだった。イザベルの兄弟が釣り竿を2本持ってくる。魚を売っているイザベルから小さめの1匹をもらって釣り餌を作る。2人をボートに乗せて親父に海に戻ってもらう。川野が釣り好きなのを聞いていた。沖に出て釣りだ。15センチほどの魚が2匹釣れたが大きな当たりはない。俺は網袋を持って海に飛び込んだ。50センチほどの魚を捕まえて川野の釣り針にかける。ボートでは大騒ぎだろう。さらに同じような大きさの魚を11匹とロブスターを7匹取ってボートに上がる。驚く2人。小さめのロブスターをさばいて餌にすると面白いように魚が釣れる。20センチほどの小型だがアジに似た魚が16匹。笑顔で浜に戻る。大きな魚10匹と彼らが釣った魚の半分をイザベルが浜で売る。昼食はまたロブスターだ。
二階堂が午後1時にはセブ・マクタン空港に戻らなくてはならないというが、心配するなと言い、ロブスターの昼食を楽しむ。俺はビールを1本だけに控えておいた。ロブスターの刺身を楽しみ、イザベルの運転でホテルに戻る。二人の帰りの準備が整い、イザベルに別れを告げる。12時半、ホテルの裏庭から二人を抱えて飛び上がった。高度1000メートルで飛行する。ヘリに慣れている二人でも体だけで飛ぶのは初めてだ。ゆっくりと景色を楽しみながら飛び、飛行場には1時前に着いた。着陸後初めての体験をして、二人は座り込んで笑った。